痛分娩プラクティスガイドのリニューアル版の解説第4弾で、無痛分娩というのはカテーテルマネジメントとダイバーシティマネジメントの2つある。この致死的合併症というのはカテーテルから薬剤を投薬することによって投与することによって引き起こされるね。命入したことに気づかないって出来事がまず起こってる。もうカテーテルの先端位置がどこにあるんですね。手術麻酔と違って、薬剤濃度がめちゃくちゃ薄いですよね。カテーテルの先端位置どこですか問題、これがカテーテルマネージメント横断型のプロジェクトですね。大体総合病院ではもうこういう、部門間のトラブルで無痛分娩プロジェクトが立ち行かないってことがまあ多々あるみたいですね。なのでこういう時どうするかというと、葛藤の中で歩み出した道のりは苦難の連続だった。世界へ行ってらっしゃい。しかし支えてくれる仲間がいた。賛同してくれる応援者がいた。その歩みは止まらず、その意志は揺るがず、無痛分娩の安全性向上のために進み続ける。LA ソリューションズ。